こんにちは、こんばんは、ヨッシーです。今日も COD モバイルやっていきたいと思います。今日はね、伏せ打ちについて、説明していきたいと思うんで、よかったらね、最後まで見ていってください。では行きましょう。はい、それではやっていきましょう。はい、ということで、伏せ打ちですね、何が強いかというと、まず、このようにね、目の前で遭遇して、ADS をして、打ち合いになりますよね。で、この時打ち合ってる時に相手がいきなり伏せる、こうすると完全に視界から一瞬消えますよね。うん。で、接近戦って結構一発一発がもう命取りなんで、この伏せるっていう動作をされると、なんていうかな、外しちゃうんだよね。うん。こうやって打っててもいきなり伏せられちゃうといきなり見失っちゃうんですよね。これがね、やっぱりね、強いところなんですよね。うん。で、逆にね、逆から見ていきましょうか。ちょっと待ってくださいね。で、自分だったらこうなりますね。こうやって打ち合ってると伏せます。はい、このような感じになります。なので、伏せる側はまだしっかりね、相手を見ることができるんですよね。うん。なので、どちらの方が有利かというと、やっぱり伏せる方が有利ですよね。はい、このように打つことができます。はい、やっぱこれはね、強い。うん。なので、ぜひね、使ってほしいですね。はい、ということで、今回伏せ打ち以上ですね。ということで、時間もまだあるので、まあ、対戦動画やっていきたいと思います。よかったら最後までご視聴ください。はい、マッチングいたしました。それでは今日もやっていきたいと思います。ランクマッチのチームデスマッチ。使っていく武器は AK117 ですね。青のレアリティの迷彩になってます。ここ来ますよ、多分来る。来いよ。よし、倒していく。 OK。 で、今回から、ランクマッチのモードが選べるようになりました。チームデスマッチだったり、ハードポイントだったり、ドミネーションだったりね。うん。なので、もしよかったら、このモードが見たいとかあれば、言っていただければ、そちらのモードをやっていきたいと思います。うん。あまり上手くないんですが、少しでもね、参考になれば嬉しいです。はい。で、よいしょ。OK、倒していく。なんかチームデスマッチをね、ガンガンやってたんだけど、やっぱね、多少イモった方が強いね。うん。うまいことやっぱ強ポジに隠れながら戦っていくっていう動きがやっぱ強いんで、まあ皆さんしっかりね、強ポジを覚えて、いや、これは厳しいな。まあこんな時はね、スナイパーの射線に入らないようにね、なんていうかな、ロングレンジで抜かれるような場所は近づかないようにしましょう。はい。で、とりあえずね、こういう強ポジをしっかり使いながら戦っていきたいと思います。いた。よいしょ、OK、倒していく。うん。こうやってね、伏せ打ちするとすごく強いんで、ぜひね、伏せ打ちも試してみてください。よいしょ、OK、倒していく。うん。いいですね、いいですね。で、グラスパターン。ま、これだよなぁ。いや、スナイパー強いな。ワンパンでやられちゃうんだよね。うん。しかも、上手い方のスナイパーマジで強いから、うん。バンバンやられちゃうね。うわ、上いるな。うん。系のいい武器ですよね。うん。まあ、こっちもね、AK117。今回強い武器なんで。よいしょ。よいしょ。OK、ごめんなさい。ごめんなさい。ガバガバだったね。ごめんなさい。まあ、こんな感じで、私はガバガバです。ということで、頑張っていきましょう。うん。で、AK117。この安定感。うん。非常に強い。このね、やっぱ、連射速度と安定感は強い。あー、いる。頭出しますね。倒していきましょう。OK、倒していく。あそこね、結構頭出されることが多いんで、警戒していきましょう。いや、いますね。危ない。ちょっと逃げて、ここはグラスパー行きます。よっ。OK、倒していく。あ、死んだ。マジで。後ろからやられちゃいましたね。タイプ25ですね。タイプ25も強いな。はい。ということで、頑張っていきましょう。RC 使って、RC パイセンについていくと。うん。いや、いい仕事すんだよね、RC がね。まあ、しっかり、ちょっと待って。あ、敵さんじゃなかった。ちょっと KN が見えたんで、敵さんかと思ったんですが、違かったと。うん。この RC パイセンも、冷血つけてる。捕まえてくれ。うわ、危ねえ。危なかった。グラスパスされるとこでしたね。危なかったね。はい。こっち行きましょう。おっと、待って。上にいる？こっちの方にいるのか。よっ！よいしょ！あー、負けた。タイプ25ですか。いや、タイプ25強いね。うん。見事にやられちゃったな。
最近でもタイプ2を見なかったんで、どうなんだろうね。でも弱体化されたって。ちょっと待って、待ってくれ。あー、マジか。やられました。はい、敵陣にリスポーンしたみたいですね。うん、こういうのがねちょいちょいあるよね。いや悲しいんだよ本当に。いやマジで敵陣リスポーンしたら無理。よいしょ、オッケー。あー、ちょっと待って、ちょっと倒せなかった、ちょっとごめんなさい。いや今倒したかと思ったんだけど倒してなかったね。うわー、惜しい。危ない。オッケー、危なかった。さあこっちか、こっちから来てんのか。あー、上にいますね。またスナイパーさんですかね。これ上行った方がいいのかな。でもまあ、わあ、ちょっと待って、いる、そこいますね。よいしょ。あー、壁抜けねえ。おら、あー、マジ倒せねえの。いやー、ちょっと待ってくれ。壁にやられたね。うん、あの壁硬かったわ。めちゃめちゃ薄いかと思ったんですけど、めちゃくちゃ硬かったですね。さあいるのか。よいしょ。うん、抜けない。惜しいですね。何発か当たったんだけどね、ちょっと倒せなかったね。さあここで UAV 破壊していくと。 OK、 ポイントいただきました。あ、ちょっと待って、また敵さん UAV かよUAV 半端ないな。いや、うまく出されてますね。危ない危ない危ない。よいしょ、これでも食らえ。多分ね、上にいたね今ね。しっかり倒していこう。よー、当たった。よしよしよし、 OKOK、 当たるんだね、あそこ。よー、ちょっと待って。よし、倒していくよ。 OK、 これが伏せ打ち、マジで強いよね。うん、さあ RC 行ってこい。しっかり、あ、そこかよ、めっちゃ近い。 OK、 倒していく。さあここでハンダーキラードローン行ってらっしゃい。ここで UAV も焚いていく。さあ敵の位置わかる。これワンチャンいける。ちょっと待って、よし倒していく。 OK、 さあグラスパも溜まったぞと。敵陣に行くぞ。おら、ドローンちゃんやってくれたんかい。おら、 OK、 倒していく。いや、横で湧いた、危ない。さあ、あと5キルっすね。でも相手3キルか。ちょっと待って、来てる、2人来てる。うわら、あー、ちょっと待って、あー、やられていく。いや、マジか、ごめんなさい、マジで申し訳ない。うん、行きましょう。さあ、あと1キルでやられちゃうんですが、いた、負けたくない。よっ、倒していくぞ。うわー、負けてしまった。はい、ということで今回は負けてしまったのですが、なかなかいい試合でした。皆さんありがとうございました。ミガさんも敵さんも GG でございました。ということで、本日の動画は以上になってます。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。次回もねこんな感じで動画を上げていくんで、よかったら次回もご覧ください。じゃあね、バイバイ。負けちゃった。